会のバイク女子チャンネルは2020年4月発売の最新パニガーレ V2 試乗動画をお届けします。パニガーレ V2 のスペックはこちら。9号級パニガーレのエンジンをベースに155馬力にパワーアップ、肩持ちスイングアームになり、ライトは LED、 コンパクトな新型マフラーに、シートは柔らかく疲れにくくなり、タイヤはピレリディアブロロッソコルサ2になりました。詳しくは前回の V2 紹介動画をご覧ください。それでは試乗に行ってみよう。バイク女子チャンネル、 OK かな。じゃあ早速乗っていきたいと思いますが、あーよかった、スマホホルダーをつけていただきました。じゃあちょっと、はい、怖いよー、やばい、どうしよう、あー怖い、もうね、知らないバイクに乗るのほんと怖い。ちなみに東横店さんはレンタルバイク、東名横浜店もやっております。いやーめっちゃ怖いなー、めっちゃ怖いなー、あんまり行きたくなさそう。そうそう、行きたくない、行きたくない。ちょっとあの高速の入り口が、はい、入り口通り過ぎると、はあ、降りてきた出口が、はい、合流してくる。間違えて入り口に入ってはいけないと。行きます、頑張ります、うまくいくといいな、うまくいくといいなとか言って、あ、てかグローブ持ってきてない、中に忘れた。ありがとうございます。もうなんか緊張しすぎて頭が回ってない。よいしょ、これで上げてエンジンをかけます。え、あ、びっくりした、なんか音がすごいな。緊張する。めっちゃ乗りやすい、すごい、わあ、よいしょ、あ、もう足をねつくのにも緊張するから一生懸命、もう息が切れてる、やばい、あ、怖い怖い、ニュートラルに、ニュートラル、ニュートラル、ニュートラル、よかったよね、ニュートラル入りにくい、あ、うわー、安定感がすごい、安定感が半端ないですね。これ一足だよ、嘘でしょ、待って、これ一足だよ、ここを左に入る、うわー、リアブレーキも超効く、すごい、うおー、乗りやすい、すごーすごいすごい、でもすごいしかまた言ってない、語彙力が半端じゃなくない、あーやめて、ゴツゴツしすぎ、うわー、ブレーキもねなんか柔らかく効くんだけど、ちゃんと止まってキュッてくれるし、クラッチは柔らかいし、てかオートシフトは使ってないじゃん。乗り出しの安定感が半端じゃないですね、すごい、ドキドキする。すごいこうスポーツタイプのセパハンのやつを私は道で乗ったことが CBR250 ぐらいかな、だから怖い、お、なんかエンジンがねドコッドコッドコッって言ってる、全然エンジンの音違いますよね、すごい、しかもねかっこいいよね、やっぱこれで道走るってかっこよすぎ、あ、青だ、おー乗りやすい、安定感が半端じゃない、はい、ツンツンですよ、足はオートシフター、おお、うわー、すごい、上がった、上がってるよ、いやーすごい、走った後の乗りやすさが半端じゃない、これ、あ、そうだ、そうだ、クラッチ握らなくていいんだ、待って、クラッチ握ってない時のね安定感が半端じゃないぞ、半端じゃないですよ、青かな、うわー乗りやすい、やばい、あーすごい、あーこれでサーキット走りたいな、あーすごい、なんかねあのタンクもやっぱスリムだからかな、女の人にいいと思うんですよね、いやーこれは楽しいぞ、このバイクは楽しいぞ。
でもこれでタンデムはきついか。きついな。相当手に負担がかかりますよ。ああ緊張する緊張する。あ、もうこれ乗って帰りたい。うん、乗りやすすぎてこれに乗って帰りたい。クラッチをね結構すぐ離して平気だし。いや、コーナリングの安定感が半端じゃないぞ。腰を動かしただけで曲がってくれる。おお、すごいすごいすごい。腰を本当にちょっとこう傾けるじゃないですか、カーブするときに。傾けただけでシュイーって曲がるんで。ダウン、おお、下がった、すげえ。おお、めっちゃ乗りやすい。やばー、いいなー、これでサーキット行ける人超羨ましいなー。すごいなぁ。 V4 ってどんな感じなんだろう。 V2 これでしょ。あー楽しい楽しい、バイクって楽しい。いいよね、一人でもさ、こんな楽しいとか言ってさ、なんか楽しんでられるから。誰かと別に共感する必要もないしみたいな。これがさっき言ってたこのフロントの重さが上がって荷重がかけやすくなった、かかりやすくなったっていうやつ。すごいです、すごいすごいすごい、ちょっとマジですごい。あーどうしよう、道合ってるよね、大丈夫だよね、見落としてないよね。あー怖い怖い、もうすごい汗かいてるからね、大量の汗をかいてる今。あー止まるんかーい。オートシフターが相変わらずすごい、素晴らしい。いやこれね、なんかね褒めてしかいないんだけど、本当にすごい。ステマしてるみたいになってますけど、本当にすごいです。あのぜひね、別に あの原田さんいい人なんで、皆さん試乗だけでも行ってみてください。本当、いやマジで試乗だけでもした方がいい。しかもなんか太ももがスーパースポーツより熱くないぞ。88度までしか上がってないもん。ていうかスーパースポーツ暑すぎて今日も来るときやばかったのに全然暑くないな。すごー、ぜひみんな試乗だけでもしてほしい。この別に買わなくてもいいからさ。買うんじゃなくてね、この楽しさをね、わーもっと乗りたいな。もっとコト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 コって感じもね、いいですよね。近かったら毎日乗りに来るのにな。すごいうざい客っていう。これそういえばあれつい、あ、無視。クラッチ握っちゃった。あー気持ちいい、今日晴れてるし最高です、最高、めっちゃ最高、イエーイ、最高だぜ。あーバイクっていいな。今日ね、最高とかすごいとやばいとかしか言ってないよね、いつものパターンだけどさ。あーこれでスピード出して、信号か、これでスピード出していいよ、もっと乗ってたいから信号バンバン来て。手はねやっぱね疲れるかなと思うけどね、まあそれはしょうがないですよね、バイクの宿命、まあ、男性だったらでもそうでもないかな。え、94度なのに全然熱くないんだけど、どういうこと。私163.5センチなんですけど、ギリギリ足つくんで、あの全然身長がなーみたいな心配な方も多分大丈夫だと思います。あと原田さんがさっき言ってたシートね、柔らかいわ、すごい、お股に優しい、すごいすごい。これで帰りたいわ、しばらく貸してくださいって言ってみようかな。無理、もうねすごいいい日になりますよ、試乗だけでも。はいはい、どういたまして。あーもう終わっちゃう、これね、しかもね、あの、アクセル開けたままアップできるんだけど、あーこのまま透明に乗りたい、透明に乗ってちょっと静岡あたりまで行きたい。でしょ、到着しました。スタンドが確かにないぞ。スタンドがない、誰か助けて。あスタンドが、ありがとうございます。はい、ああよかった、ありがとうございました。あーすごい、どう、めっちゃ楽しい、いいな、すごい、このまま乗ってないよ。もうこのまま乗って帰りたい。あ買えばお買い上げ、お買い上げ。すごい、松社長が来てます。
いや、めっちゃすごいです。でもよかったですか。やばい。あのもうスーパースポーツとよりなんか走り出しの安定感が抜群で、もうなんかこける気がしないですもういいですね、こける気がそう、スーパースポーツ乗った時もこける気がしないと思ったんですけど、いやこれはもっとこける気がしない。シビッとしてますよね。そうそうそう、なんかあのさっき言ってたやっぱ前にこう荷重がかかるみたいな言ってたじゃないですか。だからあのちょっとお尻をこうやってやっただけで曲がってくれるんですよ。そうじゃ、旋回性はそう、すごいびっくりしました。最後のスタンドだけ出せなかったとシートの感触は。いや、シートもすごい、もうあのさっき自分で話しながら言いましたけど、お股に優しい今日一日がいい日になりましたあ、こんにちは、今撮ってます、これ。今撮ってる。そう、これいや、今日はいいものに乗らせてもらって嬉しいな、いい日だな。ちゃんと安全運転して帰ろう。今回のバイク女子チャンネルいかがでしたか？よかったらチャンネル登録